メタホー酸ンバリウムは、化学式が BA2 または BAB2O4 と表されるバリウムとホーソと酸素からなる結晶性化合物である。これはメタホー酸ンのバリウム塩にあたり CAS 登録番号は13701592である。アルファー症とベータ症の二つが存在する。どちらも複屈折性を持つため非線形光学結晶の一つとして知られる。 メタホー酸バリウムは高温でアルファ症を取る。アルファーメタホー酸バリウムはアルファブボウと略称される。幅広い波長域で透過率が高く複屈折性を持つため、光学では法解オニ2やリンボウ酸などとともに複屈折結晶として用いられる。ベータ症はベータブボと略称される。幅広い透過率を持ち。 その1加工の波長は200ナノメートルから3マイクロメートルに至る。結晶系は味方象系である。シグナル光とアイドラ光に光子を分割する一般的な材料であるため、光パラメトリック発信や第二次高超波発生等、各種パルスレーザーから出さされるレーザー光の波長変換や強度の増幅を行うために用いられる。 工学分野においては結晶の切り出し方によってタイプ I 結晶とタイプ2結晶を区別して用いることがある。日本では毒物及び劇物取締法及び毒物及び劇物指定例によりバリウム化合物として劇物に指定されている。他に消防法に規定があり、またバリウム化合物として大気汚染防止法の放素化合物として水質を濁防止法。 土壌汚染対策法、PRTR 法の規制を受ける。ありがとうございます。